明治から昭和にかけて活躍した歌人たちの作品を展示した館蔵品企画展「近代の歌人」が鴻野美術館で開かれています。鴻野美術館には今治市出身の実業家鴻野信一がコレクションした文化財およそ1万点が収蔵されていて、年に3回ほどテーマを変えて企画展が開かれています。今年度初めての館蔵品企画展となった今回は、近代の歌人と題して、明治から昭和にかけて活躍した歌人の書や塾物、原稿など111点が展示されています。明治初期の歌壇は、宮中の和歌を取り扱うお歌どころ派が中心で、主にその役割は貴族や文化人が担っていました。しかし、お歌どころ派は古風な歌い口で道徳的思考が強いことから、新鮮味に乏しく、一般人には難しいという批判的な意見が多かったそうです。こうした時代背景の中、歌人で文学者の落合直文は、古い習慣を破り、個性を重視した和歌を生み出そうと朝歌社を結成し、貴族や文化人だけではなく、若い人でも作歌できるよう努めました。朝歌社は、与謝野鉄幹や尾上彩秋など、その後の時代を担った歌人を数多く輩出していて、こうした歌人たちがロマン主義や自然主義といった独自の和歌の形式を作り、和歌の歴史を変えていきました。今回の展示では、明治から昭和までそれぞれの時代の和歌の歴史の変遷を見ることができます。尾上彩秋の門下生で自然主義の歌人として活躍した和歌山牧水の作品は4点展示されています。牧水は自然と旅を愛し、作品には富士山や鉄道を詠んだものが数多くあります。また牧水は1日に一升を飲むほどの酒豪だったそうで、今回展示されている作品の中には酒、一合といったワードが見られ、自然や旅と同等に酒を愛していたことがわかります。このほかにも会場には郷土出身の歌人の作品なども展示されていて、多彩な作品を楽しむことができます。近代の歌人は7月12日まで鴻野美術館で開かれています。